今回の動画では、ゴーストワイヤー東京をプレイした上で感じた謎や、回収されていなかった伏線などを5つ、考察も交えてご紹介させていただきます。ネタバレを含む内容がございますので、もしまだ本編をプレイされていないという方は、ぜひクリア後にご視聴いただくことを強くお勧めいたします。本日のラインナップはこちらとなります。それでは本日もよろしくお願いします。本編の冒頭にて、般若が発生させた霧の影響で、渋谷にいた人々は間違いなく肉体を消失させられていました。彼らの魂は街の至るところに浮遊し、中には劇中で成仏するものも存在していました。しかし、般若撃退後、失われた人々は全て元の肉体に戻っています。これは一体どういうことでしょうか？ストーリーを進めていく中でも、各地に衣服が落ちている光景が目撃できています。もちろん肉体は存在しません。肉体は一体どこに保存されていたのでしょうか？本作における敵キャラの立ち位置であるマレビトがその肉体だったのかとも考えましたが、そもそもマレビトは人間の不安や葛藤が作り出した虚像であり、作中マレビトがアキトと KK によって次々と破壊されまくっていたことを考えると、やはりその線は薄いという判断になってしまいますね。まず簡単に冒頭のストーリーをおさらいしておきます。当初、亡霊である KK は、憑依できる肉体を探し求めて、渋谷の街をさまよっていました。そこでバイク事故を起こし、瀕死の重傷を負っていたアキトを発見し、憑依します。KK が憑依しなければ、自分は死んでいたという事実を知ったアキトは、迷惑ながらも仕方なく、自身に KK を宿らせることになります。ちなみにアキトは、事故の有無に関わらず、妹であるマリのお見舞いへ行く途中でした。つまりアキトはバイクに乗って病院へと向かっている最中で事故ってしまったわけですね。そしていざお見舞いに向かってみると、マリは般若の儀式に必要不可欠な素材だということで連れ去られてしまいます。これは本当に偶然だったのでしょうか？ KK はアキト以外にも渋谷にいた人間に片っ端から憑依を試しており、アキトに憑依したのは本当にたまたまだったんですね。そしてそんなたまたま憑依した人間の妹がまさかの自身の宿敵が求めていた儀式の素材だった。そんな偶然あります？これはどう考えても必然だったとしか思えませんよね。ですが全てのフラグメントが必然だと指し示す中、その伏線を回収している描写は作中には一切登場しません。仮にアキトが KK に憑依されただけの被害者だったのだとしたら、KK には戦う目的があっても、アキトが戦う明確な理由は存在せず、物語が前に進まなくなってしまいます。あるとすれば、肉体を奪われたマリを助ける理由といったところでしょうか？しかし妹であるマリが誘拐されたのであれば、当然話は変わってきます。アキトの大義は大切な妹を助けることとなり、そこでアキトと KK の戦う目的が合致するわけですね。先ほども少し触れましたが、アキトは冒頭で KK に憑依された際、死亡寸前の瀕死状態でしたが、どういうわけか、終盤で KK と分離した後もアキトはしっかりと生きています。それどころか、亡くした家族ともしっかり向き合った上で、前を向いて生きていくというポジティブな結末となっています。これは一体どういうことでしょうか？考えられる理由としては、序盤にアキトが般若から致命傷を受け、KK に体を託した際、僕は消えなかったのかというアキトに対し、神様に感謝するんだなと KK が返答するシーンがあります。おそらくですが、アキトの妹を救いたいという強い信念により、アキトは KK に体を預けずして奇跡的に蘇生したのかもしれません。ただこちらも確実にそうだと言える描写ではないため、あくまでもプレイヤーの想像次第ということになりそうです。KK が以前所属していた霊界探偵のエキスパートチームゴーストワイヤー。そのメンバーにはリンコ、エド、エリカなども所属していました。KK も含めた4人に関しては作中にもしっかりエピソードが登場します。しかし、一人だけ全く登場せず、担当の声優すら当てられていなかったキャラクターが存在します。彼の名はデイン。名前だけは所々で登場するのですが、正直言って全く必要性が感じられない人物でした。物語を左右するわけでも、共に戦うわけでもなく、
唯一その姿が確認できるのは過去にチームメンバー全員で撮影した写真を見つけたシーンのみで、その伏線回収もありませんでした。続編などに登場する予定のある人物なのか何なのか、本当に謎すぎるキャラクターでした。ちなみにこのデイルに関してはこちらの動画でも詳しく触れておりますので、興味のある方はぜひ覗いてみてください。引き続きチームメンバーの集合写真からですが、この黒く塗りつぶされている人物、誰だかわかりますか？先ほどのデイルに関しては姿形は認識できているのに対し、この人物に関しては全く顔がわかりません。きっと終盤で明らかになるんだろうなとか思っていたら、まさかの何も明かされないままエンディングを迎えるという体たらく。写真を初めて発見した際も誰も何も触れないという生殺しっぷり。顔が塗りつぶされた人物が写真に写り込んでいたら普通は気になるものだと思うんですけどね。ちなみにこれは個人的な予想ですが、この人物はおそらくハンヤなのではないかと睨んでおります。本作にはそもそも登場人物自体が多くないので、消去法的にという見方はもちろんですが、ハンヤはかつてリンコやエドの研究チームの同胞だったこともあり、おそらく彼が暴走するまでは共に行動していた仲間説が有力なのではと考えております。名作であると同時に本当に多くの謎が残りすぎているゴーストワイヤー東京。あえての伏線的なことなのか、それとも他に理由があってのことなのか、どちらにせよ今後これらの謎が保管される外伝的な作品が登場することに期待したいと思います。その他にも皆さんが感じた謎などがございましたら、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。それではまた次の作品でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。